どうもプロボラのスターです。今日はですね、高校生の時以来にメカテクターで1ゲーム点数つけてみたいなと思います。なんかね、もう普段素手で投げてるので、なんか手についてる感じがもうちょっと違和感ありますけどもね、ひょっとしたら回転増えるかもわかりませんね。笹田プロがメカテクターつけたらどうなるのか、皆さんぜひご覧ください。どうぞ。はい、それではね、高校生以来にメカテクターをつけて1ゲーム投げたいと思います。ものすごく違和感ありますけどもね、頑張って1ゲーム投げたいと思います。これでもし点数が良かったらどうしよう。残りの公式戦メカつけて出た方がいいかもしれませんね。とりあえず頑張っていってきます。シャン、いくぞ。おー、どうだ、打ちにかぶった。あ、ストライク、やった。なんか嬉しいですね。でもなんかものすごくいいミスしましたね。ただやっぱりこう勝手に2本の指フィンガーに乗る感じがあるので、何なんですかね、回転増えてるのかな、どうなんだろう。はい、普段ねカップリストができないとか、まあ、そういうお悩みをねお持ちの方はこういう補助器具でねカップリストの練習されてもいいかもわかりませんね。感覚やっぱりつかめますからね。実は僕も高校生以来って言いましたけど、本当に高校生の時ずっとつけてたんですね。で、外してもカップリストっていう感覚がやっぱり残ってて、外してもカップリストができましたんで、そこでお悩みの方はこういうのつけられて、感覚をつかむのは非常にいいと思いますね。はい、それではニフレ行ってみます。お、どうだ、どうだ、どうだ。おお、ダブル、ダブル。いいですね、いいですね。特に、なんでしょう、こう、メカテクターに頼れるので、リリースの部分はね、特に何も考えることなく、トース位置だけを気にして投げればいいと。なんかそんな感じがいたしますね。はい、つけようかな、いい感じですね。これで300でもいたらどうしましょう。ねえ、本当に。試合でメカテクターつけて出た方がいいかもわかりませんね。よし、いくぞ。はい、3フレーム目いきます。どうだ、どうだ、どうだ、どうだ。あー、曲がりすぎた。まあ、曲がりますね、でもね。はい、ちょっとスピード落ちちゃったかな。その辺のコントロールがいまいちですね。ちなみに練習ボールでもまだ2投ぐらいしかこれつけてないですからね。どうなんだろう、皆さんから見てどうなんだろう。回転僕増えてますか。増えてたらこれ残りの公式戦これつけようかな。2020年からプロは実際ダメなんですけどもね。はい、いきます。どうだ、どうだ、どうだ、どうだ。おお、よかった、よかった、取れた。危な、危な。もっと曲がると思ってね投げたんですけども、あんまり曲がりませんでしたね。でもやっぱりこう回転はすごく安定してるような気がしますね。はい、やっぱり補助器具いいですね、こういうものを使ってみるのもね。はい、よっしゃ、4フレいきたいと思います。どうどうだ、どうだ、どうだ、どうだ。あー、しまった。今ね、はい、メカテクターに気を取られてね、さっきのフレームね、厚めに入ったので左に寄らないといけなかったんですけども、左に寄るのをすっかり忘れてしまいましたね、今ね。はい、今のはちょっとダメですね。プロとしてね、アジャストをしっかりしないとダメですね。はい、このスペアもしっかりいきたいと思います。僕、メカテクター似合いますか、皆さん。どうでしょうか。じゃあ頑張って取ります。どうだ、大丈夫だろう。よかった、よかった、よかった。やっぱりいいですね、本当にこう安定しますね、すごくね、リリースがやっぱりいいもんだな、こういうのもね。やっぱメカテクターつけるとね、やっぱり手首の角度が安定するっていうのもあって、親指の抜けがね非常に良くなりますし、安定しますね。まあ、素手の時よりも親指の抜けに関しては一定に抜けてるような感じがしますね。それではダメなんですけどもね。はい、じゃあ、では中に入りました、今ね。はい、2枚分ぐらい入りました。いきます。あー、出しすぎた。けど、おー、帰ってきてくれた。あー、よかった、よかった。よかった。これがメカテクターの力なのか、どうなのか。はい。いやー、これ本当に久しぶりの感覚だな。なんかこんな感じで高校生の時投げてましたね。高校生の時はね、もっとこれでね、高回転で投げてたの。どうやって投げてたんでしょうか、分かりません。もう無我夢中に投げてただけなんですけどもね、高校生の時はね。はい、ただやっぱり貴重な感覚はこのメカテクターによってね、手に入れることができましたね、僕の場合はね。はい、
あのこの経験がなければおそらくね、あのカップリストの感覚はなかったと思うので、まあ、カップリストもね絶対作らなきゃいけないって言われたらそうではないんですけども、僕はねカップリストで投げたいタイプなんですので、そういうタイプの方はね、そういうタイプを目指している方はおすすめしたいですね。よっしゃ、行きます。どうだどうだどうだ、おお、いいなんか慣れてきましたよ、ちょっとボールがなんかね、何の心配もなくボール外に向けられますね。面白い。たまにはこういう練習もいいですね。貴重な感覚を手に入れますね。いきます。おお、どうだどうだどうだ、あー惜しい惜しいな。いやー、この天秤不安めっちゃ不安、はい、取れるのかな、メカしたまま、はい、あ、ロック解除できるんですね、今思い出しました、はい、しっかりロックを解除すればね、これ真っ平らになりますんでね、はい、よっしゃ、スペアボールでいきましょう。取れるかな、メカテクターつけて天秤取るの、本当にもうこれこそもう15年ぶりぐらい、まあそれぐらいですね。取れるかな、あ、いけそうな気がしてきた。でもお、取れた取れた、うまいうまい、おっしゃおっしゃ、よかったよ、取れましたよ皆さん、天秤メカつけても取れるもんですね、はい、力抜いていきたいと思います、はい、やっぱりリリースがね非常に安定するので、なんというんですかね、通すところだけ気をつけて投げといたらいいという感じがしますね。いきます。よし、どうだどうだどうだ、あー、また天秤だ、今ちょっとミスりましたね、はい、カップリストの状態から、まあ、普段はね、なんていうんですかね、カップリストの状態からこうほどいてるっていうんですかね、手首を逆にこう反るような感じをイメージして投げてるので、まあ、それができないのがね、普段のリリースの、感じと違うので、すごい最後の投球の部分の、ね、バランスが崩れてしまうんですけども、まあまあでもなんとかなってるんではないですかね、はい、よし、スペア取ります。あ、やばい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 、お、あ、よかったよかったよかった、さすがスイープハード、曲がらなかったですね、非常にいい感じでした、はい、このスイートハードに変えてからやっぱりねスペア本当に取れるようになりましたね。なんかすごく曲がらないんですよ、やっぱりね、すごく収まってくれるというか、なんというんですかね、なんかスロットのスペアボールの時はやっぱ奥でちょっと曲がってくれるの、曲がってしまって取れないっていうのを感じがしたんですけど、奥での無駄な曲がりが本当にないですね。スペアボールとしては非常に優秀だと思いますよ。よし、9フレーム頑張ります。丁寧に行こう、丁寧に、通すとこさえ気をつけてたらね、リリースを勝手にメカテクターに任しておいたらできるんですもんね、楽ですよ非常に。これどうだどうだどうだ、おっしゃー、はい、綺麗に入りましたね。ああいう厚めの4番ピンが前に倒れてくれるストライク、好きですね。ただね、次のフレーム気をつけた方がいいですね。もう一球ね、続く可能性もありますけど、次のフレームでレーンコンディションね、変化してて刺さってしまうと元も子もないですからね、はい、ちょっともうちょいっとだけ内側から行きたいと思います。ツイチ2枚寄った、あ、1枚にしとこう、1枚にしました、はい、トース1も1枚中に入っておきます。よし、丁寧にトースどこだけ気をつけて、どうだ、おい、 OK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 、 よっしゃー、バッチリ、よしよしよし、はい、今のもねちょっと厚めだったんで、今のもうちょっとやっぱり僕あれでも中に入ろうと思いますね。ただね、まあ、10フレ1投目ストライク来てるのでそのままでもいいような気はしますけども、序盤から中盤のフレームであれば、ちょっと中に入りますかね。どうしようかな、10フレだもんな、10フレだったらもう同じとこでもいいかもしれませんね、まあ、最悪厚め、スプリット来たとしても、そこまで悪いスコアにはならませんからね。1投目ストライク来てるので、同じ立ち位置から行きたいと思います。通すとこだけ気をつけよう、いきます。おっしゃ、うまい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 、あー、やっぱり入っときゃよかった、ほら、やっぱそうなんだ、
ちょっとだけ中入っとくべきでしたね。やっぱりね、今のでもね、やっぱりこう、最後のポケットに入った場所をしっかり見極めて、次のフレームどうするかっていうのはしっかり考えて投げた方が良かったですね。いや、今の失敗したな。やっぱり寄るべきでしたね。このスペア取りましょう。頑張って狙えるか、狙って取れるかどうか、メカテクターで普通かもしれませんけども頑張っていきたいと思います。よし、どうだどうだ、いいんじゃないか、いいんじゃないか。あ、めっちゃ普通でしためっちゃ普通でした。はい、まあでもね、とりあえず、はい、221点でしたね。あのメカテクターやっぱりね、何十年かぶりに、あの何十年ということはないですね、十数年ぶりにつけてみたんですけども、やっぱりね、あの非常にいいですね。あのサポート器具ですので、あのこの、ね、メカテクターに任しておいたら、まあ、勝手にあの回転と、まあ、かかるなっていう感じがしますね。ですので、まあ、通すとこさえ気をつけておいたら何とでもなるなっていう感じがしました。あの残りの公式戦メカつけて出たいぐらいですね、はい、ただね、あの普段僕はカップリストの状態から、最後ローダウン気味にこう、なんというんですかね、手首をこういうふうに立ててね、あの投げていくタイプですので、まあ、それがね、できないのはちょっとあの苦しい部分があって、最後投球のバランス崩してしまうっていうのはありましたけども、あの普段ね、カップリストを、作って投げたいと思っている方はね、方で結構です。まあ、もちろんね、あのカップリストが、まあ、全てではないですし、それを否定される方もいらっしゃると思うんですけども、そういうタイプをね、目指しているあの方がいらっしゃいましたらね、僕はこのメカテクターをつけて手首をね、しっかり折って投げる練習を、まあ、ずっと練習というか、まあ、ずっと素練試合で出てたんですね。そうするとあのカップリストができる感覚っていうのは、もうそれで出来上がって、自然 の, あの目から外した状態でもそれができるようになりましたんで、皆さんもこういうサポート器具で、そういう練習してみてもいいと思いますんで、ぜひ今日の動画参考にしていただいて、挑戦したい方はこのメカテクターつけてみるのも非常にいいかもしれません。ぜひ、ね、参考にしてください。よろしくお願いします。それではですね、最後にあの今メカテクターつけて、ね、投げて、あのボールに白いテープ貼って投げたので、あのなんていうんですかね、回転の違いが分からなかったと思いますんで、2、3球ね、あの素手でも投げて、皆さんに見ていただきたいと思います。そちらをね、ぜひご覧いただいてエンディングにしたいと思いますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。それでは今回も、内容が良ければ高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。